深草玄西随行寺造筆正元奈9年2月23日、漢文8年2月18日は、江戸時代前期の日蓮宗の僧、漢詩人。山城、深草随行寺を解散した。俗名は、石井玄西。幼名は、玄八郎、俊平。号は、太鼓、太道空子、幻子、深四季など。京都一条に、地下官人。 石本義しの逸夫として生まれる。姉は、彦根藩主、井伊直隆の側室、春光院である。9歳の時に、県人寺、大東院に入り、旧元王将の訓当を受ける。後に、大海、彦根に移り、13歳から、上州の井伊直隆に仕える。幼少から山水を愛し、たびたび京都に赴いていたところ、泉入寺、雲亮院の助手が、 ッ家行を講ずるのを聞いて感ずるところあり、病弱なこともあって1649年に職を、実施、出家して、日蓮宗妙見寺の日報について、そうとなる。中世院の日、守る、本生寺の日、徳と交流し日蓮宗の費用を極めた。1655年33歳で、伏見深草に、昇進案を営み、畜養案と合志仏堂の修行に励んだ。 翌年、79歳になる、母の名子を伴い身延山に参詣し、帰り道に、江戸の伊庭に母を託し、自身は、日本橋に宿を取ったところ、老いにあたる伊伊直隅はたびたびその屋敷に招待したが、非生はそれを誇示し母を連れて京に帰った。その年に、伊尾のそばに仏殿などを開き、深草山水工事を解散し、北起業修行の道場とし、 文下のよろし、沖縄神座として、共に修行した。修行の合間に鹿を楽しみ、熊沢万山、北村貴銀など、多数の著名人と、交友関係があった。1667年に、母の名手の藻を営み、摂津の高月に至り1月余り止まるが、その翌年正月に病を得て、自ら式を悟って、深草に帰る。日明かりに工事を託して寂す。 去年四十六。遺体は、昇進班のそばに葬られ、竹三冊を植えて墓標に変えたという。辞勢として、わしの山常に住むて文み根の月仮に現れ仮に隠れてという歌がある。肯定した、仏典類や著作が多い。肯定者としては、軍天天台三王武助正マ太大地ドロン、涅槃教会所、法音玉林、釈門省部組、園中楼全集。 宝物衆などの業績がある。著作としては、如来秘蔵衆六巻、小詩勘賞三巻、竜華伝賞三巻、本朝北家伝三巻、不相院一伝三巻、もともと昭和衆二巻、衣浦法首相、釈師二十四公、釈門公伝、竜華歴代史小伝、身延山七面記、身延山秋公、温泉郵葬、昇神病家、草山養路、草山若衆、 職位編変、異空承認法上記首書、聖盆章は、富上、霞げ、かすみに、法語、交差水師、章大得意、大木和歌章がある。民から亡命して、名古屋藩に仕えていた、陳元因の影響を受け、監視人としても知られる。監視文集に、草山集30巻、谷口山衆衆6巻がある。ありがとうございます。